これは謎に包まれた津田智和と某中村雄一の物語、12人の優しい殺し屋サイド R。 起きてる？ウェイクアップ。あなたの杉田智和とおしゃべりの時間だよ。今夜はよろしくね。もうメラメラでいくぞこの野郎。お前新人の諸君、五月病とかになってはいないかね。上京してきたばかりの君、ホームシックとかになってはいないがね。ねえ、でも寂しいんだよね、ああいうのってね。そう、一人暮らしをしたばかりの某中村雄一っていうのはね、あれ本当に寂しいぞ、やべえぞってね。で、1週間のうち4日ぐらいあいつん家にいたら、さすがに帰れって最初に怒られました。だってさ、ダウンな気持ちが続く街で君だけ優しく輝いているな。ドンストップキャリーオンでいきましょう。マメにチェックしてるブログってある？だって。あ、僕がですか？うん。あ、でも、あの、友達のブログは見てますよ。あの、ほんと？ね、寺島拓とか。拓馬くんのね。ね、みっちゃん。面白いよね。ね、面白い。拓馬くん、なんか仮面ライダーとドラえもんの話題ばっかり。そうそうそう。録画を失敗したとか、録画したとか、そういうネタばっかり。あ、そういうのでいいのかもしれないよ。ね、そう、うん、なんか、ね、そうなんですよ。拓馬とかに聞くと、うん、その、なんつうんですか、一言でもいいから、あげることに意味があるって。そうだね。やっぱね、だからそれも大事なのかなって。うん、最初から僕はなんかいっぱい書いてたから、一言だとなんか申し訳ない気がして。俺もすごいこだわって書いちゃうからね。そうなんですよ。で、事務所のブログに後輩が先に更新したブログの文章をパクった感じで、うんうん、こっち後輩はみんなでおしゃれにカラオケで楽しんできましたっていうのをこう更新したのよ、うんうん、俺はそれに対して同じような文章で、中村と飯に行ってきました。で、みんなとプリクラ撮りました。プリクラの前を通過しました。これリンクしてるんです。そうそうしたら、えらいね、大人げない更新をしやがってって周りに怒られた。後輩に謝れ。しかも後輩なのに。謝れお前って言って。めっちゃ平謝り。かわいそう。前振りみたいになっちゃったんだ。そう。台無しにしてんじゃねえよって言って。ごめんなさい。一生懸命上げてるんですから。ごめんなさい。さて、はい、そんなこんなですね。はいはい。冒頭で、そんな愛禅義彦さんと僕の演じている千堂夏樹とのちょっとしたドラマ聞いてもらいましたが、はい、某中村雄一が言ってたんですけど、うん、テレビ売り場ってのは妙にテンション上がらねってあるんですけど、うん、あいつテンション上がることあんの？あいつテレビ売り場行くとテンション上がるらしいです。どんな上がり方すんのあいつ？だからそわそわし始める。そわそわするの？アクオスがこんな感じでレグザはどうだって、ブラビアはどうかみたいな。そうなんだ。俺あいつのテンション上がってるとこ正直見たことないから。いや、あのテレビ売り場です。へー。続きまして、やさこのネーム幸弘さん、大学院生の方です。ありがとうございます。カラオケが大好き、うん、行くと80年代の夏メロがロマンティックが止まらない、そんな感じでひたすら止まらずに歌い続ける。おお、俺と真逆。真逆。俺あんまり歌わない。あ、僕もです。うん、カラオケって、あ、でも行ったことありますよね。ある。昔初めて会った時にカラオケ行ったじゃん。行きましたよね。俺がずっとお前を年上だと思って、ね、ずっと敬語使ってて、そうですよね。で、4時間ぐらいマクドで、めちゃめちゃ真面目な業界の話とか、これからの俺たちが頑張っていこうっていう、熱く敬語でお互い語って、で、その後に、カラオケ行こうっつって、中村もいたよな。いや、菅沼。あ、菅沼か。もう一人誰か呼ばなかった？立花さんか。立花かな？か、三浦さんか、どっちか、うん。誰か後輩とか知り、杉田の知り合いを呼んで、いて、歌ってやって、散々帰るときに、さっき名前出た菅沼ってのが、純くんいいんだよ、こいつ年下なんだから敬語使わなくて、って言って、お前最初に言えよって。もうそれから数々の伝説が始まるわけですよ。ねえ。まあ、大抵歌のうまいマヌガスは、すぐカラオケ行こうって言うんだよね。あいつうまいからね。懐かしいな、20代前半とかですよ、ね。だってお前二十歳だったじゃん。え、そうですよね。ね懐かしい。はい。いまだに俺はパソコンがいじれない。どうしよう。まずメールをやりたいんだけども、メールをやろうと思って3年経っていまだにできてないよ俺。やりましょう。やろう。やろう。あとマシンマンこと杉山さんっていう人を連れてくると、うん、そうだね。うち無線 LAN 環境と、あと光は繋いだのよ。ただパソコンがまだスタンドアローンなんだ。あ、それじゃあ、まあ、悪い意味で揃えたい場合は中村、うん、そうだね。いい方向に揃えたいならマシンマン杉山さんを連れていくと、バッチリですよ。そうだね。びっくりするぐらいすごいのが買えますよね。そんな感じ。まあ僕も一緒に行きます。あとね、人とコミュニケーションをね、取るようになってきたね。ほうほうほう、うん、いや僕はもともと、いやまあ菅沼とかもいたんで、うん、そういう頃から知ってる、うん、まあ経歴もあるんだと思うんですけどもね、うん、そうですか。あのね、プライベートではまず会わなかったの人と。
おー、うん、業界の人とかとあんまりね、あのやつが役者仲間とあんまり飲み会とかで誘われたら行くっていうんだけども、最近はまあそれでもね1ヶ月に1回ぐらいだけど、茶でもしたりとか、はいはい、そういうようなこととかは、うん、やるようになってきたかなっていう感じになったね。まあ僕も似たようなもんですよ、うん、基本中村と遊ぶか家にいるかどっちかですからね。本当に中村とは何年の付き合い、中村でも実は同じくらいだと思いますよ、うん、時期的に20歳ぐらいから。そうですね、うん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 、あの電脳冒険する番組で知り合ってるんで。そうかそうかそうか、俺がやってたやつとすごい名前が似てるやつ。そこ行きますか。B と D の違いだね。そうですね、面白い、言ってくれた。期待通りよ。美容師といえばハサミで人のヘアスタイルを芸術的に美しく仕上げるのが仕事、うん、そこで今日は僕とハサミでの芸術力を勝負でございます。そう、ハサミを使う芸術的なことといえば切り絵でございます。はい、切り絵での対決をしてもらいます、うん、今からお互いにこんな絵を画用紙を使って切って作りなさいというお題が出されます、うん、それをハサミ使ってけなげに切ります、うん、けなげにね。完成後見事相手にけなげに伝わればクリア、うん、本日出演分のギャラが口座に振り込まれます。おいえ取っ払い、イエーイ。ただし相手に伝わらないと残念。はい、振り込まれるなら取っ払いじゃないね。その場合ギャラは中村雄一の口座に振り込まれます。お、じゃあ阻止する。はい、水木さんだったら俺はいいけど、まあ、中村だったらダメだよ。喜んで投資しよう。中村だったらダメだよ、中村はダメですよ、ね、もう中村は絶対渡さないよ。本日のゲスト小野大輔さんです。あ、お招きありがとうございます。小野大輔です。よろしくお願いします。今日はやりやすくてしょうがない。今日もなんですけど、やりやすいのかい、そうです。本当にだって小野さんですもん。あ、僕の中の独自の調査で結婚したい男性声優1位小野さんですから、うん、本当に、どの辺で誰が言ってた、いろいろ寺島くんとか捕まえて、寺島くんどの辺だこの野郎お前、あ、行ってみろって、あ、やっぱ小野さんかなみたいなね。男性声優か。男同士で聞いたところ、うんね、結婚は小野さん、恋人は中村っていう。つか杉田くんなんじゃねえそれもしかして、うん、いやそんなことない。僕自身の意見は置いといて、高知県って、うん、メディア砂漠なんですよ。おう、もうオアシスが全くない。ない。ない、うん。山に遮られてるでしょ、だから、なんか鎖国してるみたいなの、なんか。そんなバカな。うん。独立国家なの。同じ高知出身。沈黙の艦隊なの。同じ高知出身ってどなたがいらっしゃいますか。高知出身、うん、ああ、島本澄さん。ああ、とか、ええ。あと、高知はですね、小松理香さんって青鬼の方とか。はいはい、うん。でもあんまりね、声優さん、うん、あ、でもうちの町はですね、うん、声優さんがもう一人、坂本美里さんっていう方がいらっしゃってですね、実は高知でも指折りの声優を生む町に変わろうとしています。ほほほほ、養成所とかできるんじゃないですか、うちの町に。高知に、うん、じゃあゲスト講師は四国っぽいサムシングの誰かがこう行けばいいんじゃないですか。サムシング四国っぽい、あ、だから四国って結構いるんだよね。と中村とか含まれてきますね。香川中村でしょ、で徳島に小山君君とか、あ、はいはい、愛媛に水木奈々ちゃんとか。それだそれだ、そこだそこそこそこですよ、そこ、食いついてきたね。そうだよ。どうしてそんな大悟小太郎役の佐藤雄大、はい、あ、彼はですね、はい、弊社の後輩なので。僕会ったことないんで楽しみです。ああ、そうか。この番組も多分来るんだよね。あ、もうよろしくお願いします。こちらこそ。うん、どうしようもない人なので。年上ですか、下ですか。下。あ、じゃあ聞いてみましょうか。うん。ようこそ、ホストクラブ、オーバーロードへ。おう、ホストなんだね。こいつが佐藤か。先輩風。いやいやいや、だって、佐藤雄大さんの出てるお話のサブキャラに中村がいるんですよ。うん、おー、ナンバー2が唯一なんです。そこに反応しとんのかい。そう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 、まあ雄大はちょっとかまってくんなので、あ、そうなんですか。ぜひかまってあげてください。わかりました。はい、叩けば叩くほどいろんなものが出てきます。わかりました。袋叩きにします。やめて。はいはい。詩人役の竹内直樹です。はいはい。じゃあそんな竹内のキャラクターを紹介していこうかな。あ、お願いします。はい、うん、おー、B 型。B 型。あれ確か、
杉田さんも B 型じゃない？俺 B 型だよ。ですよね。うん、あ僕血液型覚えるのすっごい得意なんですよ。ほんと？俺この業界の血液型覚えるのすっごい得意ですよ。畑野は？畑野くん大型。はいはいはい。大丈夫大丈夫。全部、ほとんど多分言えますよ。ほんと？中村は？ゆういちさんは B 型。はい、正解。うん、でもほんと言えるよ俺、うん。すごいよ。俺血液型マニアって言っても。ほんと？すっごいから。いや、本当に今言ってもらったら多分誰でも言える。本当？若本さんは？若本さんは A 型。あ、いやいや、はい、正解。なんだ、してるんだ。うん。杉田の切腹クエスチョン。やさころネーム PSX がうちにあります。大事にしろ。あ、BGFX じゃないの？違うの？あ、そうなんだ。はい。杉田さんが好きなんですけど、どこに行ったら会えますか？今ね、ジャハンナかな。俺も昔悪魔神官だったんだよ。はい。それから中村さんちです。待て。おい、君の出番はもうちょっと後ね。はい。さて、ちょっと動揺してきたね。杉田智和が好きな肉料理といえば何？杉田さんの肉料理。最近よく食べるのはこんがり肉 G かな。ゲームじゃないか。ああ、俺携帯食料ばっかり。ザザミ倒しても携帯食料が出てくるみたいな。ああ、違うなんだ。大連続資料かな。こらこら。他社他社。はい、なんだろうな、杉田さんが好きなお肉でしょ。中村雄一んちで、ご飯食べた時にね、うん、あいつ出前取ったんだけど、うん、あいつ肉ばっかり食うんだよ。ああ、ゆうきゃん。そう。本当肉大好きみたいでね。うん。うん、でね、あんまりオチもないんだけどもね。そう。ただ今までは。うん。じゃあゲスト講師は四国っぽいサムシングの誰かがこう行けばいいんじゃない？サムシング、四国っぽい。あ、だから四国って結構いるんだよね。あと中村とか含まれてきますね。香川中村でしょ、で、徳島に小山君とか、ああ、はい、はい。愛媛に水木奈々ちゃんとか。それだそれだ。そこだそこそこ。そこですよ、そこ。ね、食いついてきたね。そうだよ。どうしてそんな。大悟小太郎役の佐藤雄大。はい、彼はですね、弊社の後輩なので。僕会ったことないんで楽しみです。ああ、そうか。この番組にも多分来るんだよね。ああ、もうよろしくお願いします。こちらこそ。うん、どうしようもない人なので。年上ですか、下ですか？下。あ、じゃあ聞いてみましょうか。うん。ようこそ、ホストクラブ、オーバーロードへ。おう、ホストなんだね。こいつが佐藤か。先輩風。いやいやいや、だって、佐藤雄大さんの出てるお話のサブキャラに中村がいるんですよ。うんおナンバー2が唯一なんです。そこに反応しとんのかい。そうまあ雄大はちょっとかまってくんなので、あそうなんですか。ぜひかまってあげてください。わかりました。はい、叩けば叩くほどいろんなものが出てきます。わかりました。袋叩きにします。やめて。はいはい。主人役の竹内直樹です。はいはい。じゃあそんな竹内のキャラクターを紹介していこうかな。あお願いします。はい、うん、おー B 型。 B 型。あれ確か、うん、杉田さんも B 型じゃない？俺 B 型だよ。ですよね、うん、あ僕血液型覚えるのすっごい得意なんですよ。ほんと？俺この業界の血液型覚えるのすっごい得意ですよ。畑野は？畑野くん大型。はいはいはい。大丈夫大丈夫。全部ほとんど多分言えますよ。ほんと？中村は？雄一さんは B 型。はい正解。うん、でもほんと言えるよ俺、うん、すごいよ俺血液型マニアって言っても。ほんと？すっごいから。いや本当に今言ってもらったら多分誰でも言える。本当？若本さんは？若本さんは A 型。ああいやいや、はい、正解。なんだしてるんだ。うん。杉田の切腹クエスチョン。やさころネーム PA がってって周りに怒られた。後輩に謝れ。しかも後輩なのに。謝れお前って言って。はい。ちゃん平謝り。かわいそう。前振りみたいになっちゃったんだ。そうそうそう。台無しにしてんじゃねえよって言って。一生懸命あげてるんですから。ごめんなさい。さて、はい、そんなこんなですね、はいはい、冒頭でそんな愛禅義彦さんと僕の演じている仙道夏樹とのちょっとしたドラマ聞いてもらいましたが、はい、某中村雄一が言ってたんですけど、うん、テレビ売り場っていうのは妙にテンション上がらねってあるんですけど、え、あいつテンション上がることあんの？あいつテレビ売り場行くとテンション上がるらしいです。どんな上がり方すんのあいつ？だからソワソワし始める。ソワソワするの？アクオスがこんな感じでレグザはどうだって。ブラビアはどうかみたいな。そうなんだ。俺あいつのテンション上がってるとこ正直見たことないから。いや、テレビ売り場です。へー。続きまして、やさころネーム、ゆきひろさん、大学院生の方です。ありがとうございます。カラオケが大好き、うん、行くと80年代の夏メロがロマンティックが止まらない、そんな感じでひたすら止まらずに歌い続ける。おお、俺と真逆。真逆。俺あんまり歌わない。あ、僕もです。うん、カラオケ
って、あ、でも行ったことありますよね、とある昔。いや、初めて会った時にカラオケ行ったじゃん。行きましたよね。俺がずっとお前を年上だと思って、ずっと敬語使ってて。そうですよね。で、4時間ぐらい、マクドで、めちゃめちゃ真面目な業界の話とか、これからの俺たちが頑張っていこうっていう、熱く敬語でお互い語って、で、その後に、カラオケ行こうっつって、中村もいたよな。いや、菅沼が。あ、菅沼か。もう一人誰か呼ばなかった？橘さんか。橘かな。か三浦さんかどっちか、うん、誰か後輩とか知り、杉田の知り合いを呼んで、いて歌ってやって散々帰る時にそれさっき名前出た菅沼ってのが、純くんいいんだよこいつ年下なんだから敬語使わなくてって言って、お前最初に言えよってもうそれから数々の伝説が始まるわけですよね。まあ大抵歌のうまいマヌガスはすぐカラオケかって言うんだよね。あいつうまいからね懐かしいな。20代前半とかですよ、ね、だってお前20歳だったじゃん。そうですよね。ねけなげに切ります。けなげにね。完成後見事相手にけなげに伝わればクリア、本日出演分のギャラが口座に振り込まれます。おいえ取っ払い、イエーイ。ただし相手に伝わらないと残念。はい、振り込まれるなら取っ払いじゃないね。その場合ギャラは中村雄一の口座に振り込まれます。あ、じゃあ阻止する。はい、水木さんだったら俺はいいけど、まあ、中村だったらダメだよ。喜んで投資しよう。中村だったらダメだよ。中村はダメですよ、ね、もう中村は絶対渡さないよ。本日のゲスト小野大輔さんです。あ、お招きありがとうございます。小野大輔です、よろしくお願いします。今日はやりやすくてしょうがない。今日もなんですけど、やりやすいのかい、そうです。本当にだって小野さんですもん。あ、僕の中の独自の調査で結婚したい男性声優1位小野さんですから、うん、本当に、どの辺で誰が言ってた。いろいろ寺島君とか捕まえて。寺島君どの辺だこの野郎お前、あ、行ってみろって、あ、やっぱ小野さんかなみたいなね男性声優か男同士で聞いたところ、うんね、結婚は小野さん、恋人は中村っていう、うん、つか杉田くんなんじゃねえそれもしかして、うん、いやそんなことない、僕自身の意見は置いといて。高知県って、うん、メディア砂漠なんですよ。おう、もうオアシスが全くない。ない、うん、山に遮られてるでしょ、だからなんか鎖国してるみたいなの、なんかそんなバカな、うん、独立国家なの。同じ高知出身、沈黙の艦隊なの。同じ高知出身ってどなたがいらっしゃいますか。高知出身、うん、ああ島本澄さん、ああ、とか、あと高知はですね、小松理香さんって青鬼の方とか、はいはいはい、うん、でもあんまりね声優さん、うん、あ、でもうちの町はですね、うん、声優さんがもう一人、坂本美里さんっていう方がいらっしゃってですね、実は高知でも指折りの声優を生む町に変わろうとしています。ほほほほ、養成所とかできるんじゃないですか、うちの町に。高知に これは謎に包まれた杉田智和と某中村雄一の物語、12人の優しい殺し屋サイド R。 起きてる、ウェイアップあなたの杉田智和とおしゃべりの時間だよ。今夜はよろしくね。もうメラメラでいくぞこの野郎お前。新人の諸君、五月病とかになってはいないかね。上京してきたばかりの君、ホームシックとかになってはいないかね。ねえ、でも寂しいんだよね、ああいうのってね。そう、一人暮らしをしたばかりの某中村雄一っていうのはね、あれ本当に寂しいぞ、やべえぞってね。で、1週間のうち4日ぐらいあいつん家にいたら、さすがに帰れって最終的に怒られました。だってさ、ダウンな気持ちが続く街で君だけ優しく輝いている。あ、ドンストップキャリーオンでいきましょう。マメにチェックしてるブログってある？だって、あ、僕がですか。うん、あ、でも友達のブログは見てますよ。本当？ね、うん、寺島拓くんとか。拓くんのね。ね、みっちゃん。面白いよね。ね、面白い。拓くん、なんか仮面ライダーとドラえもんの話題ばっかり。そう。録画を失敗したとか、録画したとか、そういうネタばっかり。あ、そういうのでいいのかもしれないよ。ね、そう、うん、なんか、そうなんですよ。拓馬とかに聞くと、その、なんつうんですか、一言でもいいから、あげることに意味があるって。そうだね。やっぱね、それも大事なのかなって。最初から僕はなんかいっぱい書いてたから、一
一言だとなんか申し訳ない気がして。俺もすごいこだわって書いちゃうからね。そうなんですよ。で事務所のブログに後輩が先に更新したブログの文章をパクった感じで、うんうん、こっち後輩はみんなでおしゃれにカラオケで楽しんできましたっていうのをこう更新したの、うんうん、俺はそれに対して同じような文章で中村と飯に行ってきましたでみんなとプリクラ撮りました。プリクラの前を通過しましたこれリンクしてるんです。そうそうしたらえらいね大人げない更新をし合う。懐かしい。はい。未だに俺はパソコンがいじれない。どうしよう。まずメールをやりたいんだけども、メールをやろうと思って3年経って未だにできてないよ俺。やりましょう。やろう。やろう。あとマシンマンこと杉山さんっていう人を連れてくると、うん、そうだね。うち無線LAN環境とあと光は繋いだのよ。ただパソコンがまだスタンドアロンなんだ。それじゃあ、まあ、悪い意味で揃えたい場合は中村、うん、そうだね。いい方向に揃えたいならマシンマン杉山さんを連れていくと、うん、あのバッチリですよ。そうだね。びっくりするぐらいすごいのが買えますよ、ね。そんな感じ。まあ僕も一緒に行きます。あとね、人とコミュニケーションをね、取るようになってきたね。ほうほうほう、うん、いや僕はもともと、いやまあ菅沼とかもいたんで、うん、そういう頃から知ってる、うん、まあ経歴もあるんだと思うんですけどもね、うん、そうですか。あのね、プライベートではまず会わなかったの、人と。おー、うん、業界の人とかとあんまりね、あのやつが役者仲間とあんまり飲み会とかで誘われたら行くっていうんだけども、最近はまあそれでもね1ヶ月に1回ぐらいだけど、茶でもしたりとか、はいはい、そういうようなこととかはうん、やるようになってきたかなっていう感じになったね。まあ僕も似たようなもんですよ、うん、基本中村と遊ぶか家にいるかどっちかですからね。本当に中村とは何年の付き合い？中村でも実は同じくらいだと思いますよ、うん、時期的に20歳ぐらいから。そうですね、うん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 、あの電脳冒険する番組で知り合ってるんで。そうかそうかそうか、あの俺がやってたやつとすごい名前が似てるやつそこ行きますか。 B と D の違いだね。そうですね。面白い。言ってくれた期待通りよ。美容師といえばハサミで人のヘアスタイルを芸術的に美しく仕上げるのが仕事、うん、そこで今日は僕とハサミでの芸術力を勝負でございますそう、ハサミを使う芸術的なことといえば切り絵でございます。はい。切り絵での対決をしてもらいます、うん、今からお互いにこんな絵を画用紙を使って切って作りなさいというお題が出されます、うん、それハサミ使って